こんばんは。よいしょ。ちょっといいなくなりすぎだろ、どう考えてもって感じ。よいしょ。こんばんは。AKB は曲のレパートリーが多いので、イベントの趣旨に合ったセットリストが組めますね。確かに今回はこうちょっとメッセージ性のある曲が多かったんですけど、やっぱいいっすよね。時計落としちゃった。よいしょ、ちょっと待って。さて、もうなんでこんないつも世話しないんだ。さやはこんばんは。よいしょ。すいません、いつもいつも世話しなくて。こんばんは。少しですけど寄付しました。あ、ありがとうございます。そう、今日はねこうチャリティー系のイベントだったので、皆さん本当にそういう気持ちがとても嬉しいです。感謝。よいしょ。こんばんは。さやはね、明日ね超絶超バカ早起きなんですよ。実はちょっとビビってます。大丈夫かな、起きれるかなって。撮影タイム47で電車がいました。なんかさ、47撮影タイムの時ってさ、ないじゃないですか、あんまり。よかったですよね、レアで。非常にレアでよかった。さあ、ちょっとメイクポーチ選抜作ろう。こんばんは。メイクポーチからいらないものを排除する。メイクポーチ選抜。多すぎるな。こんばんは。ありがとう。じゃあ今日なんかさ、めちゃくちゃポンコツだったんだよな、一日通して、全てを通して。今日ダメダメな日でしたね。まあそういう日もたまにはあるよねって感じだったんですけど、みんなにあげようと思って大量に焼いたパンをお家に置いてくし、ステージ上でこけたし、数数えられないし早く寝てね。ありがとう。配信終わったらね、お風呂にパッて入って寝ます。今日は湯船に浸からない。もうシャワーで早く寝ることを優先するぜ。いくら湯船に浸かってもね、寝ないと疲れ取れないんで、寝る方が大事。よいしょ。7問も正解してた。そう、なんかさ、マジでさ、もう4問目ぐらいで分かんなくなっちゃったの、数字。あ、もうダメだと思ってポンコツすぎません？そう、あ、分かんなくなっちゃったってなって、なんか3問ぐらい間違えてるな気がすんなと思って、7000って言ったけど本当に合っててよかった。よいしょ。昨日のパンはとりあえず冷凍庫に突っ込んでゆっくり食べていこうと思っています。悲しい。今日みんなに渡そうと思ったのに、久しぶりにみんなにパン焼いてたのにな。締めのコメントよかった、ありがとうございます。ちょっとドキドキしたけど、ああいう時に意外と得意なんです、コメントを紡ぐの。よかった、ちゃんと喋れて。日本語はちょっと下手でしたけどね。こんばんは。いや、数数えられないんだよね、それ。楽しくなっちゃって。そう、本当にね、ダメなんです。よいしょ。でも意外と去年学んだこととかさ、ちゃんと覚えててさ、自分偉いなって思いました。意外とちゃんと自分覚えてる、やるなって思いましたね。また来年も忘れないようにしておきたい。来年も出れるといいな、オンコロライブ。
ばば。うん、どうしよっかな今日。こんばんは。野外はやっぱりいいね。いやいいですね。皆さん雨大丈夫でしたか？なんかそうちょっとあの本編中は雨降らなかったんですけど、なんかちょっとこうちら雨があったみたいな噂を聞いていまして、みんな雨大丈夫だったかなって心配してたよ。私は大丈夫でしたか？どうでしたか？よいしょ、ちょっと待って、どうしよう、画面から入ったり出たり。最初だけポツポツ来てちょっと見てた。ああ皆さんね、あのさやたちはさ屋根があったからあれだったけど、ファンの方のとこはね結構普通に外だったから、みんな濡れちゃってたらかわいそうだなというかさ、大変だなと思ってたんですけど、がっつり濡れたりしてなかったらいいなって思うんですけど、思うんですけど画面から外れすぎですうわーどうしよう。こんばんは。でもチームエイト結構晴れ女集団だと思う。そう、結構雨だったけど本番の時晴れたみたいなこと多い気がする。チームエイト結構晴れ女集団だと思うよ。こんばんは。どうしよっかな。パッキングに今悩んでる。これかな。これに何が合うかな。配信中にやることじゃないんだけど。よいしょ。どないしようかな。まあいろいろ持ってってみるか。よいしょ、こんばんは。ひらりんさんありがとう、ギフトありがとうございます。こんばんは。配信で見ました、ありがとうございます。そう今日は配信ね無料で見れたので、皆さん見ていただいた方ありがとうございました。ぜひ皆さんもね、がん日本人の2人に1人がねなるくらい身近なものですので、まあ検診でね全てを予防できるわけではないですけど、予防とかその早期発見できるわけじゃないですけど、回避できるというか早く見つけられるがんもありますから、皆さんあの検診とか行きましょう。まあさやが言ってないんでちょっと説得力ないですけどね、説得力まるでないですけど、さやもねちょっと健康診断ねもう3年ぐらいしてないんでね、行かないとなと思ってます。そうマジで行かないとなって。やっぱ学校ってさ、高校まではさ学校でさ健康診断があったからさ、その高校卒業したらマジでどうしよう自分で行かんとみたいな、その会社だったら会社のねやつがあると思うんだけどないから。こんばんは。そうちょっとね、これじゃないな、スカートやだこれどれ持っていこうかな。これだな、これ持っていきたい、これがいい。これこんばんは。歯科検診はマジで大事。なんかさ海外に比べてさ、まあ、海外もいろいろあるからピンキリですけど、日本人って本当に歯医者さん行かないんだって。そういえば結構ねちゃんとメンテナンス最近行くようになったんですけど、そうマジで皆さん行きましょう。歯医者はマジで行こう、死ぬまで歯は付き合っていくからね、大事よ歯。
さやはさやはすごい虫歯になりやすい歯なんですけど、実はなんかね、そうあるんですよ、この人はなりやすい歯だな、なりにくい歯だなみたいな。さやはどの歯医者さんに行ってもね、あなりやすいですねって言われるんでね、ちゃんと行かないと本当にね歯なくなるかもって感じ。会社で毎年強制的に検診行ってます。えらい。こんばんは。引きで見たら歯触り良くなった。お、イエイ。今日はねスキンには入ってたよ見せ方えぐいさや親知らずね今4本全部生えてます。近々抜きたいんだけど、仕事が2週間ぐらい暇な時がないので抜きたいなって言って半年経ちました。実はタイミングがね、絶対にもっとなんか自粛期間とかにね抜いとけばよかったんですけど、その時まだ生えてなかったんですよ。歯医者さんにね抜いた方がいいねって言われてるんだけど、抜くタイミングがなくてちょっと困っとります。今日の髪型かわいい、ありがとう。こんばんは。こんばんは。なんかやっぱさ、こうシュッとしたさ、シルエットの方が好きなんですよ。髪の毛ポニーテールが好きだったし、ロングだった時は。そうだから、こうショーボーブになってもこうやってこうまとめるの好きです。前から見てシルエットが非常に良い。これどうやって畳んで入れるのが一番シワにならないんだろう。洋服ってさ畳むのむずくない？ずっと思ってるんですけど、私なんか変な形の服あるじゃん。普通の T シャツはさ畳みやすい形でさ存在してるけどさ、絶対にこれ畳むべきじゃない、ハンガーにかけることしか考えてないさそうな服とかさ、すごい困っちゃうよね。よいしょ、これでいいか。こんばんは。ショートのサイリーめっちゃ好き、ありがとう。サイリーもね、なんか思ったよりボブ悪くないんじゃない自分って最近思えるようになってきたよ。いいね、成長だね。こんばんは。よいしょ、いろんな自分をこう認められるようになったのは成長だね。あ、レッスンシューズさ、レッスン中に置きっぱなしだな。もう一個の方持っていくか。こんばんは。あ、そうだ、全然さ関係ない話していい？今準備一旦蹴って、まだ開けてないんだけどさ、みんなに開けてさ見せたい。持ってこ、これも。ちょっと開けるね。ネットでね欲しい形の靴ずっと探してて、一目惚れしたやつ買ったの。どっちがどっちだこれ。ローファーだ。そう、ローファーが1個欲しくて、秋っぽいローファーが1個欲しくて。可愛くない？ちょっとヒールあって可愛い。ちょっと一回サイズ合ってるか履いてみよう。よいしょ。あー、めっちゃぴったり。え、可愛い。買いました、秋だからもうすぐもうすぐ秋だから買っちゃった。いいですね、いいですよ、なかなか。よいしょ。でもう一足が、もう一足はなんか動ける靴が欲しくて、スニーカーをね、あ、
忘れ、こっち選んだっけ、なんか2つ欲しいなって1個にしたんだ。もう1個がね、このコンバースみたいな形のレースの、レースで編んである靴です。え、かわいくね、かわいい。どうなってんのこれ、タグ切ります。タグ切る前にサイズ確認した方がいいか、返せなくなっちゃうもんね。こんばんは、このサイズ確認します。よいしょ、よっ。緩めないと履けないかな、紐。あ、サイズぴったりですね、完璧。タグ切ろ、これ履いてこっかな明日。よいしょ、可愛いでしょ、お気に入りになります、これからの靴の。イエイ、2足買いました。なんか欲しくて買っちゃった、物欲ありすぎ。でもどっちもね安くなってて、これが9000円で、さっきのローファーは4000円でした。ローファーめっちゃ安くね、めっちゃ安くなってたの。本当は1万円ぐらいするやつなんだけど、半額くらいになっとった。サイズ確認するところがしっかりしてる。いやそれさ、靴結構ねちっちゃい時があるんですよ。それ足 3.5 なんですけど、普通のサイズのはずなのにね、たまにちっちゃい時があって困っちゃうんだよね。よいしょ、だからねロコンドってとこでさえはいつもねネットで靴買うんですけど、ロコンドはサイズ合わなかったら取り替えてくれるんで、ちゃんとねタグを切る前にサイズ確認するの大事なのよ。結構ねつま先当たっちゃう靴は私多いんですよね、不思議だね。うわかわいい、うわ待って、やばかわいい、テンション上がった今、超絶テンション上がった今、最高すぎる。そんな開封の儀でした。どうでもいい話しちゃった、ちょっとこれ玄関に明日履いていくように置いとくわ。よし完璧。そんな開封の儀でした。皆さんお付き合いどうもありがとう、こんばんは。さあ靴結構ね持って帰るのがさ大きくて大変だからさ、ネットで買いがち。こんばんは、疲れた。また履いたところは写真でみんなに共有するわ、配信だと足元は見せられないからね。はい、準備継続。メイクポーチは手持ちのカバンに入れるから、でお風呂セットはお風呂入んないと準備できないから、あとでしょ。あ待って、これめちゃくちゃ大事、入れ忘れてた。うん、メイクポーチ閉まらないな、おかしいな。こんばんは、パンプスさえ持ってったことないの、持ったことない。新しい靴は家から履いてで外出るって、あそうなんだ。こんばんは、バンズのスニーカー持ってないんだけど、バンズのスニーカーすげえ形とデザイン好きだから欲しいんだよ、でも買ってないのずっと。好きなら買えばいいのに、絶対に買わないんだよ、まあ、なぜかなんかこう踏ん切りがつかないんだね。こんばんは、みんなに見せたけどみんな何か絶対わかんない、謎のもの見せちゃった。こんばんは、あーチャックが閉まらない。こんばんは、これは
っちゃんになるための赤い化粧品です。待って、さあこれ用の筆持ってるな。しけさんこんこん、よいしょ、こんばんは。危なかった。今何を落としたの？あ、充電ケーブル、充電タップね。どこやったっけ筆。捨ててないと思うんだけどな。また買おうかな。捨てちゃったのかな。さや全然記憶にないや。こんばんは。こんばんは。そうさ、明日から愛媛なんす。実は愛媛なんすよ。だから明日ね、大変なんです。よいしょ。あと何持ってったらいいんだろうな。よいしょ。こんばんは。ちょっとレッスン着か。レッスン着が必要だ。当たり前だけど。よいしょ。作ったパンはとりあえず冷凍して、まあまた後日食べます。マジでみんなに配りたかったのにな。頑張って昨日焼いたのに。ポンコツですね。非常に。これじゃない。やばい、服がありすぎてどこに収納したか分かんなくなっちゃった。よいしょ。よいしょ。まさとさんありがとう、ギフトありがとう。こんばんは。雨大丈夫かな、新しい靴。え、明日雨予定ですか。じゃあやめるかも。こんばんは。まさとさんのありがとうギフト読んだかな。ありがとう。てっちゃんバチ久しぶりですよ。だから不安なんですね。高橋さやかちゃんはまあ不安だよね。よいしょ。やばい、今日汗めっちゃ汗かいたな今日。こんばんは。よいしょ。準備むずっ。ちょっと
何も映ってないと思うけど、みんな待ってね。旅靴下どこ？あった。はい。ただいま。よいしょ。大ちゃんと一人でもいろいろ話すと、いや、今配信してるから頑張ってね。走ってるんですよ。さすがに一人でいるときこんな喋ってないのよ。配信中にさ、画面にもいないし喋ってもいなかったらマジで謎じゃん。だからね、頑張って話してんの。よし、こんばんは。独り言が大きい。さすがに普段こんなねルンルン喋ってないんですよ。あの配信中だからね、みんなに聞こえるように大きい声で喋ってるのよ。確かに足りなかったら買えばいいんだ。いやそれね、すぐ帰ってくるんですよ。今回愛媛行くんですけど、私一瞬でこっち帰ってくるんですよね。なんで帰ってくるんだろう、ちょっとよくわかんないんですけど、なんかすぐ帰ってくる。だからまあ別に足りなくてもなんとかなるっていうところはあります。こんばんは。全然普段と変わらないように見えた。普段を知らないじゃん。チケンさん、ヤッホー。生採鉄初めて見ることができてうるうる。早い早い、まだ泣くの早いよ。2週間いないよ、さ全然いない。 AKB に入って話するの上手くなった？どうだろう。でももともと結構おしゃべりさんですけどね、友達とかといる時も。あ、でも昔はもっとおしゃべりだった。なんか人の話聞くより自分の話バーってしたかったけど、最近はむしろ自分の話するより人の話が聞きたいです。人の話を聞いて勉強したいので。最近なんか喋るの好きじゃなく、何、昔より喋るのが好きじゃなくなったっていうとなんかこうネガティブな感じするけど、なんて言うんだろう、自分が喋りたい欲が減ったというか、固執しなくなった。そう、自分が自分だってならなくなりましたね。 AKB 入る前より、 AKB 入る前はマジで喋ること大好き人間だったんで。でレッスン着全部黒にしよう。全部黒にしよう、全部黒にしてやろう。特に意味はないけど、おしゃれ感予想ってこ。聞き上手は出世します。どうなんだろう、聞き上手なのかな。こんばんは。よいしょ。ちょっとどうしようかな、悩むな、何持っていくか。これだな、さすがに、さすがにこれだな。こんばんは。よいしょ。こんばんは。よいしょ。よーし、ここはこれでいいだろう。よいしょ。
これでいいや。こんばんは。あ、そう、今日ねステージの前にねお弁当が出てめちゃくちゃ美味しかったんです。今日のお弁当なんだっけ、ローストビーフみたいな弁当だったよ。幸せすぎたな。よいしょ。こんばんは。明日の朝早いのよ。そうなんです。頑張って起きるぜ。でも一通りの準備はこれで済んだかも。頑張って起きてね。頑張ります。こんばんは。起きたら7午後投稿するわ。おはようって起きれたよ報告ちゃんとしとくわ。こんばんは。どうしよっかな。でもあとはお風呂セット入れたらいける気がする。こんばんは。わかんない。もう久しぶりの荷造りやから何も覚えてない。何入れたらいいか。何入れたらいいんだろう。全然わかんねえや。日焼け止めとかカバンに入れとくか。忘れないように。よいしょ。明日はリュックで行こうかな。どこで買ったっけな、全然覚えてないけど、プーさんの缶バッジ入っとったカバンに。こんばんは。愛媛行ったら何食べたい。魚、海鮮、刺身、刺身だ。圧倒的刺身食べたい。マジ刺身だけでいい。もはや刺身だけ爆食いしたいね。マジ刺身、刺身大好き人間としてはマジ刺身だな。本当に刺身大好きなのよ私。お魚大好き。十六シンパシー公園の写真入ってた。カバンの中に入れっぱなしやった。こんばんは。明日朝配信絶対しないっすね。絶対にしないです。ギリギリまで寝ます。こんばんは。夜です。やる夜、明日の配信は 120億% 夜。ちなみに 120億% という言葉は存在しませんけどね。いいんですよ、そんな冷静なツッコミはいらないのよ。何を一人で喋っているんですかさっきからってみんな思ってると思うけど、さえも思ってるからみんな安心してほしい。楽しそうだね私今。いいと思う。あー大事、台本持ってかなくちゃ。台本と楽譜持ってかなくちゃね。今日台本持ってで、あれオンコロ行ったけど一回も開かなかったな。そんな暇なかった。まるでそんな暇なかったんですけど、ただ重たい荷物を持ち歩いた人間になってしまった。いやはやいやはや。こんばんは。今日はさえのテンションが高いですね。一人で自分に質問して返してるしツッコミしてる。
いや配信だからさ、いかにみんなを楽しませられるかじゃん、一人で。配信じゃなかったらこんなやってないわ。落としちゃった。よいしょ。じゃあ台本はリュックに入れていきますか。飛行機に預けない。こんばんは。でメイクポーチ入れて、そういえばさ、それなんか鏡なくしたって言ってたじゃないですか。見つけたんですよね。よいしょ。それも持って、このポーチも入れて、あと明日はカメラ持っていきたいからカメラもカバンに入れよ。カメラこれどうやって入れたっけ。入れ方忘れた。入れ方忘れた。あ、こうだ。カメラ持って、でカメラから iPhone にデータを移す。これも持って、これなんかポーチに入れて持ってた方がいいな。イヤホンとか入れるポーチに入れるか。いや YouTube 撮影じゃなくて普通にね、写真撮りたいなと思って。こんばんは。荷物多くね。まあメイクポーチは必要だからね。カメラは余分だけど。どう考えてもカメラは余分。あと筆箱何入れてこっかな。ペン選抜しよう。シャーペンはいるな。蛍光ペンもいるでしょ。ボールペンも1本持っとくか。これぐらいでいいや。よし。あー、カッターはダメだな。飛行機抜いていこう。なのか荷物が多い。え、全然普通じゃね。まあメイクポーチはさ、まあ心配性というかメイクポーチは必要だからさ、仕事で。普通にだってレッスン着と、私服しか今キャリーに入ってないもん。みんなそれぐらい持ってくやろ。こんばんは。 あとまあ風呂セットはあるけど、化粧水とかはあるけどね。化粧水はね必要ですよ。あ、歯ブラシ。一番大事な財布あったわ。財布ちょっとレシート抜いてこう。買い物しすぎてこの前レシート抜いたばっかなのにもうレシートだらけになってる。もうお金なくなっちゃうよ。なんでこんな使うんだろうな、不思議だ。これは捨ててもいいレシート。見てくれみんな、レディー薬局のカード。これ愛媛のあのドラッグストアです。これは東京でもね、ツルハドラッグで使えるんで割と使っています。私は。わざわざツルハドラッグに行って買い物してるもん。松木用とかじゃなく。こんばんは。しげんさんこんばんは。あと必要なものは、今日のカバンからはこれぐらいだな。あ、見て、今日のイベントでもらったアフラックの、です。
かわいい。今日衣装につけてました。気づいた方いたかな。よいしょ。イヤホン充電して。いいんじゃないか。準備できたのでは。ちょっと喉乾いた。喋りすぎた。本当はさ、この服持って行きたかったんだけど、今日なんかわかんないけど着ちゃったんだよね。これ持って行こうと思ってたのに、なんか普通に着ちゃったんだよね、忘れてて。まあいっか。まあいっか。よし。準備でいけた。うわー最高。割とスパッと終わってよかった。1時間かかってないわ。最高だね。はあ。いやさ、今回愛媛で絶対に洗濯したくないから、こんばんは。絶対にしない。大変だから、お金かかるし、あと洗濯が必要な日数じゃないっていうのもあって、これの代わりの上着がないんだよな。さ、上着がないんだよな。薄い上着が、激アツパーカーみたいな、裏起毛パーカーみたいなのしかないんだよな。まあいらないか。よし、あとあれだ、あね、配信用の三脚は持っていくとして、それは終わったら入れよう。いやマジでこれだけでいいのでは。あと充電器は明日の朝入れるでしょ。モバイルバッテリーはちょっと入れておくか、忘れそうだし。モバジュー、キティちゃん、そんな感じっすね。こんばんは。じゃあそろそろ終わりにしようかな。いけそうだわ。パソコン重たいし壊れるから絶対持ってかない。絶対に持っていかない。使わないし、パソコンを持っていくような日数でもないので絶対に持っていきません。絶対に使わないな。カット割りぐらいなら携帯で今できるしね。そう、やらないと思うけど、多分そんな暇はない。稽古中の私にそんな暇はない。 YouTube 投稿したいんだけどな。頑張ります。また帰ってきてから。よし、こんばんは。でも明日早起きだからさ、早起きの日ってさ、早起きの日の前日の夜ってさ、寝れないんだよね。そや、今日寝れなそう、マジで。それだけ心配です。じゃあメガネケースどこやったっけ。なんでさえはすぐ物どっかにしまっちゃうんだろう。とりあえずシーマオってやることによってさ、いつも出てこなくなっちゃうんだよな。ポンコツすぎる、どう考えても。よいしょ。これしか言ってない。
ってしまっちゃうんだよね、いつも。待って、モバイルバッテリーってさ、あれだっけ、あれどっちがいけないんだ、手持ちか預け荷物、モバイルバッテリーダメだよね。どっちに入れといた方がいいんだっけ。うわ、飛行機も久しぶりだから忘れちゃった。預けられない。じゃあ手持ちのカバンに入れとけばいいってことね。 OK、 みんなありがとう、助かる、そういう情報。あ、待って、アップルウォッチの充電器も入れていかなきゃいけないね意外と充電器いっぱい必要だな。 OK、 手持ちに入れます、モバ充。アップルウォッチはあとです、今日充電したら入れよう。アプローチの充電器、充電器系はあの辺のガサって入れればよくて、iPad の充電器も入れとこう。よし、こんばんは、こんばんは。よし、いけるはず。まあ最悪忘れ物あったらあのあっちで買うんで大丈夫ですいつもさやかちゃんはそんな感じ、そんな感じです。ではランキング読んで終わりにしますか。1時間弱ぐらいですけど、まあちょっと早寝しなきゃいけないんでね、ちょっと早めに終わらせていただきます。じゃあランキング13位江田さんありがとうございます。12位ケンケンさんありがとうございます。10位アリサさんありがとうございます。10位バイコゾウさんありがとうございます。9位ヤスさんありがとうございます。8位スノーさんありがとうございます。7位ピアノマンさんありがとうございます。6位岡田さんありがとうございます。5位誠之助さんありがとうございます。4位ヤチさんありがとうございます。3位ヒラリンさんありがとうございます。2位トメさんありがとうございます。1位はマサトさんありがとうございます。イエーイ。はい、ということで今日はオンコロライブありがとうございました。そしてショールームもありがとうございました。あの画面入ったり出たりありがとうございましたではまた明日、おやすみなさい、バイバーイ。